皆さんこんにちは、制作担当のりかと、はい、小池です。よろしくお願いします。お願いします。小池さんとハプニングが起こった時ってなんか小池さんどんな面持ちなんですか？面持ちもらえにも、もう瞬間的にどうやって対応するかを考えるよ、うんうん、そうですよね。それだけ経験してたらそうなりますよね。はい、はい、みんなと一緒に感情的にわわって騒がない、うん、確かにそれが一番大事かな。でも、うん、大抵みんなわーって寄ってくから何か問題が起きると。確かに。なんか前与論島っていうところに小池さんたちと一緒に行った時、なんか一人倒れたけども、リハーサル中にみんなわーって小池さんって倒れましたって言ったけど、小池さんがもういいから進めろとか言ってて、人が倒れたのに進めるのって思ったんですけど、人が倒れてんのは別にさ、みんなで寄ったからって生き返るわけじゃないだろ。そう、待って突然元気になってくるわけじゃないでしょ。みんなで寄ったら元気になんだったらそれ寄ればいいけど、そうです、寄らないんだったらそれこそ一人か二人面倒見る人を残して、うんうん、あとは先に進めた方がよっぽど機能的でしょ。そうですね、時間がたっぷりあんなら別だよ。まあそうですね、ないんだから、ないんだから、ないんだったら頭切り返せよと。そうですね、確かに、なるほど。ということでですね、今回は海外編エピソードの第2弾ということで、はい、海外で小池さんが受けてきた影響などについてこう深掘りしていこうかなというふうに思うんですけど、でも今の話じゃないんだけど、はいはい、それこそベネチアビエンナーレに行く、ベネチアビエンナーレ、おー、うん、はいはい、前日に稽古やってたらぶっ倒れて、一人の松島誠さんがぶっ倒れちゃったんですか？ぶっ倒れて病院にさ、病院に、本番の前ですか？違う、最後の稽古、あ、最後の稽古、東京での最後の稽古中にぶっ倒れて、病院に搬送されたっていうことがありましたね。何だったんですかそれは？倒れた、脱水だな、脱水症状、ずっとの何も水分取らない、それは知らないけど、しすぎて、すごい、それはすごいっていうか、とんでもびっくりですね。そういうこともありました。そんなことばっかりだもん、すごい、なんか必ずあるからすごいですね。小池さんは32歳の時に初めて海外に行ったっていうお話を聞いたんですけども、うん、フランス、パリですね。フランスだったんだ、はい、なんでそんな32歳っていう割と遅いタイミングで海外に、それまでは行こうと思ってたんだけど、うん、やっぱり舞台とか始めちゃって、で、実は闇のオペラっていうのと空女っていうのを作って、はいはいはい、これみんな勝手にやってろよ、俺はちょっと1年か2年出てくるからっていう、うん、そのつもりでいたんだけど、すごいすごい、ああそれは無理だっていうのがはっきり分かってた、うん、作ったからといってみんなできるとは限らないっていうのは分かって、でいけなくなって、作ったっていうのはその演出とか音楽作るとか、はい、全部やって、全部やってパッケージにして、うん、あとは簡単に回せばいいだけだから、うん、って思ったらそういうわけにはいかなかったっていう。あ、そうだったんだ、はい、で大学生の時にはとてもやっぱりいけるような状況じゃなくて、やっぱ同じく舞台とかいろいろやってたから、あ、なるほど、手が離せないんだ。俺だって大学の時にさ、うん、8作品1時間以上の作品、うん、8作品作ってんだよ。そんなに、うん、すごいですね。学生時代ですよね。そうです、なかなかそんな経験というかないと思うんですけども、初めてフランスに行ったっていうのは、はい、フランスの外務省の招聘です、うん、あ、招聘なんですね、はい、お金もらって行ってんです、来ませんかって言われて、初海外が招聘、もう初海外が招聘っていうか、はい、ほとんど俺は39まで、はい、7、8年間、うん、7年ぐらい、7、8年だな、うんうん、7、8年ぐらいはほとんど招聘とか、公演、海外の、だから俺自分の金で行ったもんないんじゃないかな30代すごいですね。だからみんな通訳ついてきて、うん、あ、そういうこと、そういう素晴らしく恵まれてる、うん、恵まれたことをやってきちゃったんですよ、うんうんうん、あ、じゃあ英語喋らなくてよかった、英語なんか必要なかった、あ、そう、すごいですね、それ全然必要ない、それは贅沢、まあね、はい、作品作ってますからね、いや贅沢でしたね、うん、その当時は。じゃあ初めてフランスに降り立った時、うん、その初めて海外に降り立ったわけじゃないですか、なんかこう驚いたこととか、初めてなんか感じたことあります？いや、それいっぱいあるよ。ワクチンが違うんだ。うわーだったよね何がうおーだったんですか？あ、世界って違うっていうのは、わー、すごい、それがもう肌にビンビン来たよね。あ、もういるだけで違うってなりました、はい、
多分どっかにその日誌あると思うよ、うん、日誌うわー読みたい、そのフランス日誌が初めての、今日フランスに初めて来たみたいな、すごい、はい、読んでみたい。ほんで初めて果物を買いに行ったらさ、うん、初めて果物を買いに行ったらもうなんか全然分かんないから、お金も何も、うん、でどうしていいか分かんなくて、うんうんうん、なんとなくベラベラベラって言ってんので、うん、ここでベラベラベラここで払ったらなんだよこれボラれてんじゃんってのは分かったりね、後でね、ああなるほど、多めに言われてたんだ、かなりボラれてたって。ああじゃあ最初はそんなことばっかりだったんですか。最初はボラれ、うん、いやそんなことばっかりなわけないだろすいません、それは1回目で学習するの、あもう1回目で、はい、ああもう分かったんだ、すごいですねそれはそれで。あそうか、うん、こういう甘い顔してちゃダメなんだってのは分かるわけ。甘い顔ってのしてたの。いやだって分かんないからさ、お金の価値観も何も分かんないから、分かんないなって顔しちゃってたんだ。ジャパニーズイエンしか持ったことないわけじゃん、うん、持ったことない、ね、それがフランス、うん、フランになってさ、うん、フランスフランとは一体いくらかみたいなことも全く学習しないで言ってるから、うん、なるほど、急にパンって、そう公演終わってすぐに行ったんだよね、うん、日の海の動物園って作品を東京でやっていて、で終わった翌日か翌々日に行ってるんだよ、うんうん、あそうなんですね、はい、初海外で、うわうわまだそういう雰囲気がゼロではなかったよなあの当時は、うん、そうなんですね。その行った先々で小池さん自身の教養としてそのいろんな海外のアーティスト、建築家とか音楽家とかいろんな影響はあると思うんですけど、実際に会った人でこう影響を受けた人とかっていますか。その時は、うん、まあ会ってもさ基本的に喋れないので、うん、あそっか、まあ、通訳は常にいるわけではないので、はいはいはい、だから、うん、全然30代じゃなくてもいいですけど、その自分が英語を喋れるようになってからとか、それはいろいろいるでしょ、うん、特にこの人ってのはいますか。特にこの人、それこそうわっと思った人、こいつはすごいなみたいな、面白いなと思ってやりだしたのは、例えば本当に、うん、中国の劉宗蘭だの、劉宗蘭、うん、その人はどういう人なんですか。まあ小説家であり、ジャズ、まあ元々は音楽学院を出てんだよね。あそうなんだ、それで小説家なんですか。小説家でジャズバンドも持っていて、ニューヨークに住んでいて、で俺と同い年で、同じ子同い年で、ね、面白いなと思ったので、ドイツのインゴ・キュンターってのがいて、インゴ・キュンター、キュンター、インゴと俺と、うん、そのリュウソーラで、はい、その3人作品を作ってんだけど、あ1本、そうなんだ、うん、なんて作品ですか。それは島ノーイングバード・オン・ゼ・アイランドっていう作品で、はい、島のちょっとでかい作品なんだけれども、やっぱりなかなか面白いなと思ったのは、うん、同い年だから、うん、戦後のドイツってどうだったのかっていうのと、戦後の中国社会ってどうだったのかと、すごい、元々その共産党の、はい、幹部なんだよ劉宗蘭のうちは。ただ、うん、毛沢東の文化大革命でバタバタと殺されたんだよね、はい、そうなんだ、ご家族がってことですよね。そうだから一方で、うん、ご家族というかリラティブスかな、うん、リラティブス、はい、一方で、インゴの方は、はい、戦後ユダヤとどう対応してきたかとかね、そういうことを含めてやっぱはっきり見えるわけ、そういうことをやると。なるほど、全く違う世界線だけど同じ時代を生きていた3人が集まったっていう、うん、はいはいはい、濃いですね。それが作品に結構出てるって感じですか、ね、うん、まあ出てんのか出てないのか分かんないけ ど, だけど出てくると思う、勝手に。あそうですか、あ面白いですね、すごい。じゃあ結構そうやってもう影響を受けた人と一緒にやったりとかっていうのもあるわけですね。そうだね、なるほど、いろいろあります。すごいですね、なんかもうちょっといろいろ聞きたいですけど、うん、いくらでもありますか、今のエピソードは。すごいですね、溢れ出るような。溢れ出るも何も、大抵だって俺何十本作ってるか分かんないじゃん、うん、確かに。そのうちエピソードってさ1本 1,、うん、1回につき1回や2回じゃないかね。どのぐらいあるんですか。まあ、ものすごいあるでしょう。100個ぐらい。100個もないけどまあでもさ、それさ例えば40本作ってるとするじゃん、うん、その海外の連中と、40本作っていたらさ、うん、1つあたり10個ぐらいあれば400あるわけだ。確かに、
全部覚えてるんだ。でそれだけじゃないじゃん、海外行ってさ、ピストル突きつけられたりさ、バスから降りろってやられたりさ、いろいろあるからいくらでもあるんです。なるほど、すごいですね、まあ、ありがとうございます。じゃあちょっとハプニングエピソードみたいなのもありましたけど、はい、でお時間ですので、ということで今回もお聞きいただきありがとうございました。はい、さようなら、また。